動画の視聴ありがとうございます。ここでは私が担当する根元の専門のク高速トレーニング講座についての紹介をしていきます。こちらの講座、何をするかと言いますと、やることは、とにかく超基本論点だけあります。で、これをとにかく回していって、強い基礎力をつけてほしいんです。 本試験になれば、あれやこれやいろんな論点でできます。でも、絶対取り壊しちゃいけないのは、超基本論点です。でも人間、一回解いてからしばらく考えと、どうしても忘れてしまいます。今回、超基本論点だけに集まったレジュメを作りました。これをひたすら回していって、一週間に一冊ずつ回していって、知識の漏れを防いでいてください。また、 これを一週間に一回ずつ回していけば。反応速度は格段に上がります。基本論点だけをひたすらやり、エラーを防ぐ。スピードを上げる。これを狙ったのが、こちらの千本ノック講座になります。 ポイントが三つ。まず一つ目、本当に落とせないもの、二回三回出ているもの、もしくは二回三回出る可能性があるものだけに絞ってレジュメ化しています。それをとにかく解いていきましょう。一回十五分、演習解説の講義をしていきます。具体的にはこんな感じになります。 では、今度の方は38ページの問題を使っていきましょう。では、こちらの方、38ページの問題、この問題をやってみてください。右を隠しながらやってください。どうぞ。はい、では解説始めていきます。という感じでやっていきます。指摘する、問題を解く、すぐ解説を聞くと。本当にノックという形式です。 ポーンと打ってできるかできないかという感じでひたすらやっていきます。そして最後3。とにかくこのレジュメを回していってください。ある程度慣れてくれば1科目2から3時間、下手すれば1時間ぐらいでもいけると昨年受講生の方が聞いたら1時間から1時間半で いけると言ってました、はい、で1時間半でねその科目全部ね重論点回せれば本当にエラーは防げていくでしょうちなみにこのレジュメ少しこだわりましてね左側が問題右側が「正語解説根拠条文」という形にしますでしかもこの解説 とにかくコンパクトにしました。多分問題演習に時間がかかるのは、本当に問題を、ね、思い出して丸バツをつけるって作業もそうなんですが、やっぱ解説を読むところで時間が取られてしまうって方が多いと思います。基本的には解説、当たったものは読まない方がいいと思うんですが、それでもどうしても不安になってしまうと。って思ったので、今回すごいコンパクトな解説にしました。これによって問題があって、正誤は確認できる。 解説もすぐに確認できる。そういったことが可能になります。ぜひこちらの講座、そしてレジュメを使って、超超 A ランク論点は落とさない。なおかつ、すごくスピード早く出せるようにする。今年から午後の配点変わりました。午後は特に基本論点をどんだけ早く出せるか、どんだけキーに時間が残せるか、 これら勝負の分かれ目になります。ぜひ、この講座を活用してください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。